巫女の忍びよ。もしや先方商人と会ってきていただけたのですか。死んでいた。先方商人は虫付き。何故そのようなことが。だが書が残っていた。これを拝見します。なるほど、蛇垣というものを二つ喰らえば竜院の御子を治めるゆりかごとなれる。そうすれば竜院を故郷にお返しすることができる。私がそのゆりかご、私がなりましょう。お主しかと呼んだのだな。もちろんです私は越智の巫女のただ一人の生き残り。生中には死にませぬ。巫女の忍びよ、竜院を返す道を望まれるならば二つの蛇垣をお持ちください。心当たりはあるのか。おそらくは大蛇より取れる肝かと。柿のように赤く染まっていると言います。 So we already have the two hearts. Yeah, it's the two viscera, the persimmon-like heart of a gray serpent and a dried one. So we already got them. Miko no shinobi yo. This is the, I think the best ending, Dragon's Return. Yep. Oh, 手に入れた。この赤木様、確かに柿とはよく申したものですね。まことに食らうのか。もちろんです。そうすれば我が体は竜院をお返しするためのゆりかごとなりましょう。ただあなたの前でそれをするのははばかられます。時を置いてまたおいでください。 Okay, she's gonna go ahead and do her thing. She's gonna rest. You've dropped. You're struggling. Again. And she is back, looking the same. Miko no shinobi, soko ni irasharu no desu ka? Onushi, mei ga.やはりいらしてくださったのですね。巫女の忍びよ、私はゆりかごとなれたようです。 You can't see the fucking eyes. 取っていただけますか。ああ、これは Like I said, this game is missing the 氷室のようでございましょう。 They did not really do a good job when it comes to 私の涙もこぼれ落ちる間にいてついてしまう。この氷涙をお授けしましょう。Frozen tears. 氷涙か。もしや。はい。おそらくは冷たい竜の涙が刺すのは竜の涙とともにこの氷涙を飲んでいただくことかと。さすればきっと九郎様にゆりかごに宿っていただくことがかなうでしょう。 That's dope. Do you have any more dialogue? 巫女の忍びよ、私にできる。Do you have more rice?
なんだ。お手を。ああ、白金の包丁を。これは冷たい。凍えたこの体がお米を冷たく輝かせるのでしょう。まるでささめ雪だ。確かに。ではそう呼びましょう。巫女の忍びよ、ささめ雪をどうぞ。So this is like even better than rice. Does she just produce rice out of her body? Like, that's crazy. きっとまたいただきにいらしてください。What? What did she say? すみません。That's okay.